プレーナンバー1-9崩壊相手陣23ヤードからセカンドダウン8、攻撃権更新まで5ヤードの獲得が必要です。タッチだ。クォーターバック2番、ワイドレシーバー3番へのロングパス、このパスを3番エンドゾーン得点ゾーンでキャッチし、タッチダウン成立です。ポーカイ6点獲得。